10月に、2012年10月29日、月曜シャンソンコンサート終わりの青いヘアニュースネロです。戸川雅子です。青いヘアニュースっていうのは私あまり見てくれないとダメよ。ねえ、やっぱりね、これは本当にもうもう本当にアビゾーンじゃない、アビ教官、アビ教官じゃない、アビ教官なんですか、ゾーゴン、私のバリゾーゴン、バリゾーゴン、はい、バリゾーゴン、バリゾーゴンの時間でございます。はい、もうね、戸川雅子のですね、もうあのもう猛獣ショーのようになってますけれどもねもうね、あちこち行くですね、猛獣をですね、いやいや、そっちまずいよ、まずい、こっちだよ、なんて言いながらですね、あのどんどん引き出していくというね。そうでも猛獣もね、この頃本当にね、ろくでもないね。この頃の本当に動物園の猛獣も間が飼い直されちゃってもどうしようもないわ。まあそうですね、そうあ、まあ檻にいるね、猛獣はね、もう猛獣じゃないと。そう、そういうわけです。で、野生に返せ。いいこと言いますね最初から、なった先生もう檻に、私はパンダ。え、パンダなの？何顔急に可愛いこと言っちゃって、何ですかそれ。トラですよく言いますね皆様ね。パンダ知ってますか？パンダってあれクマなんです。クマのお仲間よ。みんな知ってるわよ。まあ知ってるけどね、可愛いふりしてですね、あのクマですからあの近くに。でもね、私ね、あの本当にあのオーストラリアで本当に木の上のパンダの親子っていうの本当可愛いの。コアラでしょ。コアラじゃないの？パンダが木に登るの？コアラ。何を言ってるんですか？パンダ、木には登んないね。コアラじゃないの？なんか似てじゃないの、もうや。全然似てないですけど。似てない？大丈夫ですか？いかに私のさ、あの何を動物に対して認識っていうのは甘いかというか。まあ、あやふやという話でいいですね。パンダとコアラ一緒になっちゃうんだからね、もうね。え、でもオーストラリアでコアラを見たんですか？そう、見たわよ。はい、本当にやっぱりね、まあ、でもね、あの、ああいうね、可愛い仕草ってのはやっぱりパンダに負けるね。まあね、パンダね、こうやってこうゴロゴロコロコロしてる、そう、コロコロしてゴロゴロしながらですね、まあ、笹食べると、あっちのコアラさんの方はユーカリ、そうね、木に登ってこうユーカリ食べてる。でもユーカリとか笹とか、うん、同じようなもんじゃない。まあね、繊維質っていいのかな。いいんじゃないですか。じゃあ、あなたなんか葉っぱでも葉っぱでも食べて、あのお通じ良くなったらいいんじゃないですか。あの、常食は何ですかって言ったら、あの笹と何だ、ユーカリですか。いや、笹とユーカリですということにします。はい、あの道端でですね、落ちてる葉っぱをですね、戸川がですね、むしゃむしゃ食べらしてもですね、決して驚かないでください。でもね、あのもう一言ね、はい、オーストラリアでもって、あのアザラシがね、真っ白なね、あの砂漠じゃない、真っ白なあの砂の中にこうみんなね、ゴロゴロって、で、私がこうやってたらね、間違えられたんだからね。いや、アザラシとオトセイとの中にいたら、はい、オトセイもいたんですね、そこ。そう今までの青いヘアニュースね、見てる方はですね、もう知ってると思いますけれどもね、戸川雅子、オットセイ、アザラシとですね、勘違いされて、雑誌に載ったと。そういう話でございますよ。まあ、オットセイってもさ、でもこんなオットセイいるのね。いや、その時はあとほっかむりしてた。ほっかむりして、うん、ほっかむりしてるの、こうやってね、こうやってたらね、そうだ、自分で見てもやっぱりオットセイだね、あれ。まあな。そういうわけでございます。今度ね、今度ねっていうか、私のね、ブログの方を見てください。ブログの方にはですね、そういうふうなね、写真ね、そういうふうな裏付け写真ね、なんかもですね、載せてます。そう、雑誌から今日あなたに渡すね。はい、はい、わかりました。ですね、本当にここで言ってることが現実だというですね、裏付けをですね、どんどんお疲れ様でした。はい、私のブログの方にね、載せていきますんで、青い部屋ネロとかですね、シャンソンネロっていうとですね、アメブロやってますね。アメブロバーって出てきますんで、私のね。何アメブロ。いや、なんかいいよ、あなたに説明するのも大変なんでまあなんか新しいお風呂が できたみたいな。あ、そうなの。いや、違うけど。あ、違うの。はい、違います。ぜひ皆様ね、検索してチェックしていただければと思っております。はい、ではそろそろ青いヘアニュースね、本題に
突入しようか、どっからどこまでが本来だからよくわからないというのは、これの、ね、良さでございますよ。はい、気象人でしょ。そうです、青い部屋ニュースですね。ただいまですね、作家戸川雅子編というのにですね、私の心の中でね突入してるんですよ。作家の、今までね、もう少女編でしょ、戸川雅子少女編、戦争、少女は、そう、戦争編、ね、そして戦争編、そしてね、OL 編、そしてですよ、売れない歌手編ね、売れないがつくんです。やりました、やりました。売れない歌手編でですね来て、ここまで来ました、やっとたどり着きましたよ皆様ね、はい。さあ、じゃあ、戸川雅子のですね作家としての人生、ちょっと焦点当てていきたいんですけれども、先生が、まあ、受賞したと、江戸川乱歩賞を、まあ、送って、もう半年ぐらい、ね、選考期間があって、あれは本当に精神的に悪いね、うん、だって本当300編ぐらい、うん、江戸川乱歩賞に関しては短編じゃなくて長編だからね。そうですね、450枚ぐらい書かなきゃいけないわけよ。そうですね、うん、だから本当それは大変だった。だけど短編っていうのはね、いろんな雑誌に投稿して、それあなたもちょっと今度やってごらん。ああ、雑誌、はい、うん、雑誌、ね、うん、本当にね、400だから、まあ、今これだからよくわからないけど、うん、何時っていうの、私ツイッターだと140、140、140、140、140、まあ、うん、140字以内だよね。そうですね、ツイッター、そうですね、ツイッター140字だったら、それの10倍でいくら？1400です。あ、そんなに書かなくていいんだよね、うん、でもありますもんね、何枚以上何枚以下みたいなね。だから400字詰め、だいたいね、身長でも何でもかんでもやっぱりね、ちょっとそういう身長、応募っていうのをね、だいたいね、10枚、10枚、それ短編ですね、短編、うんうんうん。でもうちにある、生原稿あるじゃないですか、うん、ものすごいですよね、もう百科事典みたいな、こんな分厚くなって、450原稿用紙をね、江戸川乱歩賞をね受賞した方だけですよ ね、 あ、今度持ってきてお見せします。生原稿をですね、川張りのね、うん、製本してくれるんですよ、乱歩さんのところでね、乱歩さんのとこじゃなくて講談社で講談社で講談社、本当にですね、もう手書きの、戸川雅子のですね、こう原稿用紙、400字詰めの原稿用紙を革張りで製本して、くれる、くれる、うん、だから受賞作品だけなのよ。だけですね、やってくれるの。あ、すごいですよね。まあ、今やね、もうね、割とボロボロになっちゃって、革の表紙なんかもこう取れかけてたりするんですけど、でもあれすごいね。でも後ろにさ、金の字でね、大いなる原野って書いた戸川雅子って書いて、それはやっぱりね、こう見た時にね、ああ、感動したろう、うん、本が出るよりも感動したね。そうだよな、うん、何せ、うん、世界に一つですからね。そう、それは、うん、印刷じゃないですから。あんた見せたでしょ。見てますよ。まあ、とにかくもうめちゃくちゃね、誤字脱字、あ、その時のほら、江戸川乱歩さんももちろんだけど、うん、その時の審査員方が10人ぐらいに絞られたのよ、300人ぐらいから、うん、それでとにかく誤字脱字の一番多かったっていうのが私だった。なるほどそれで、まあ、読むのも大変だった。後でここをちゃんと漢字を入れようとかさ、うん、みんな脱字だよね、全部。あ、もうそれ、もう文字も書いてないと。書いてないそう、それで後でと思った途端にも、その時働かなくちゃなんないから、うん、いろんなとこで歌ってるじゃない。それでもうほら、ね、うん、ストリップ小屋でも何でもかんでもどこでも歌わせてくださいって言って歌いながらやってたわけだから。そうですね。それでギリギリになって、そのストリップ、そのすぐ渋谷のすぐそこの、うん、なんだ、百軒だな、はい、あそこのストリップあんの、今だに。今もあります、はい、あそこら辺。あ、ちょっと抜いてくるかな。いや、それはみんなが止めて終わるっていう、なんかどう、うん、ちょっと変な人が乱入してきたということでですね、ストリップ小屋の方も困るんじゃないですか。で、そこで歌ってる最中に、うん、あ、困ったな、まだ
ああまだあとの最後の最後の締めっていうのはこれが全てね推理小説のどんでん返しで一番大切な部分なのよ。それが書いてないわけ、うんうん、それでもってね何かしら何歌ったんだっけな、それを歌いながらどうしよう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 と思ってそれで結局できなかった。できなかったの？できなかったっていうか、え、できたんでしょ、だって、え、だって本になってるじゃないですか、うん、いやだからその歌ってる最中はできなかったのよ、うん、それでもうストリップのお姉ちゃんかなんかにわーなってこれなって会えたと思って何歌ったんだかよくわかんないんだけど、うん、なんかベッサメムーチョかなんかだったと思うよ多分そんな感じだったと思う。定番ですね、うんうん、だからもうそういうのを歌っていながらどうしよう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 と思ってそれでうって家帰って終わってそれで終電で帰ってそれからよ。あ、それからとにかくこれだけのものをそれ話したでしょ、うちの聞いてます、うん、もう締め切りギリギリに、あなたのおばあちゃん、はい、ギリギリになってもうこの厚い分厚いやつをですよポストにポンと入れる。違う違う、千枚同士でこのこれだけ の,、うん、400字の原稿用紙を、でうちの母ちゃんもしっかりしてたね。あれ穴開けるだけでも大変だよね。大変よ、このくらいずつうわーっと開けるんだから霧でね、うん、ぐーっと。そう、それでもってほら今も私何10年20年ぐらい前の携帯使ってるけどさ、うん、それにぶら下げてんのってあれじゃない、なんだ、紐。ですね、戸川雅子ですね、荷造りの紐ありますね、荷造りのああいう白いさ、なんつうの、ね、荷物荷造り、ビニール紐みたいなのありますよね、あれをですね、日常的にベルトにしたりですね携帯のストラップね、皆様ね、普通ストラップってあると思うんですよね、携帯なくさない、あるの、それ、あるんです。でもね、戸川雅子はね、荷造りの紐ビニールのね、私ね、ちょっとね、びっくりした事件があるんですけれども、前に青い部屋ね、会った頃ですよ、ね、戸川雅子ですね、ステージ終わったと、それで、衣装脱ぎますね、それ、冬だったんですけど、コートをもういいやと、私もうね、着替えるのめんどくさいと言い始めまして。そのコートをもちろん下ね、下着でコート上から羽織って、その荷造りのこの紐でベルトにして、こう自分でこう縛ってラーメン行くぞとそうだっけ、はい、もう完全に不審者完全に不審者外歩いて大丈夫かなこの人と、もうなんつうの、もう何、ストリーキングかなんかでですね、捕まるんじゃないかこの人はと思ったんですけど、そんなの捕まったったって証言かよね、なんで悪いんだよそんな、ね、裸でコートが何が悪いと、あ、コートを脱げば下は裸ジョリモンじゃない、そうでしょ、まさにね、そういうのあった、そういうだってあれじゃ、なんかマリリン・モンローや、なんか、はい、そうよ、え、マリリン・モンローが、はい、なんかシャネルの香水をつけて上からコートを、だからあなたの下には何ですかって香水のなんかシャネルの何番だと言って、あ、すごいですねじゃ あつまりモンローさん、いや関係ないわよ私はたまたまコンビネーションとか、うん、いや、木綿のシャツとかさ、うん、そんなのしかなくてめんどくさいから、うん、そのシャツっていうのはこう全部こうボタンつけるじゃん、はい、ボタンやんのめんどくさいから裸で上着たの、はい、もう生きるシャンソンでございますねこちらね、はい、そういうわけでですね、じゃあ話戻しますと、その江戸川乱歩賞をね受賞した時に先生は、どこで受賞の話だから新宿 の, コンサートホール、コンサートホール、うん、もう今ないけど、うん、駒劇場の前っていうか、うん、斜め前で歌ってる時に、そう、そのお店に電話入るんですか、うん、いやだから、うん、なんだか分かんない、とにかくね、要するにその450の中から選ばれて、そして100編ぐらいで何いくつになるのか分かんないけど、それをまた絞って10編ぐらいになって、それをだからね、まあ
あなたのが佳作に入りましたと、佳作に入ってこの中から要するに選ばれますと、そういうのが来て、それからね半年がかかるのよ、その間実に嫌な気持ちだね。嫌な気持ちだと、本当にもうね針の無償というか、まあね、どうなるかわからないと思ってね。からない。だから私ってほら割にほら負のエネルギーでしょ、どうせダメよ、どうせ私なんかダメよって、これずーっと私のねこれがエネルギーなのね、どうせ私はダメよっていうのは、まあ開きな、ある意味のね開き直りから入ってるとね、そういうわけですね、だって負だけだったらさ、やっぱりねそうやってだって応募だってしないわけだから、負だからよね、だからその昆虫症というそういう気持ち、いや昆虫症っていうか、どうせ私はダメだと、いやだからなんかで、なんか書くとか、だから今だって一生懸命こんな残りの化粧品で書いたりなんかしてるじゃない、なんかやってないとダメな人なの。そうですね、本当に、まあ表現者ってことですよね、やっぱり何かこう自分を、あんた怖いでしょ、なかったし見る、あ怖いですよ怖いですよ、あの皆さんね、なんだかね、あの暗がりが好きなんですよね、うちのねとかはですね、暗がりが好きでですね、なんか電気つけるとすぐもったいないもったいない、いいから消せと暗がりの中でですよ、なんか変なあの小さな明かりの下でですよ、こうやってこうあのもうなんていうの、こうあのもうあの恨みつらみのような感じでこうグイグイグイとですね、あのやってる戸川の姿をね見る、それがあんな可愛い猫になるのよ。そう、ま、もうねまさにですね、あの包丁を研いでるね、あの妖怪おばばみたいなね感じですよ、もうそれがさあれじゃない、綿棒とさ、だから手と綿棒と、それからこんなの何こう水つけてさ、こうやってこう、そう絵の具、絵の具じゃないね、化粧品をこう伸ばすじゃない、それとあの台所行ってごま油とかさ、オリーブオイルからこうちょんと持ってきて、それでそれが油絵なの。まあそうですね、あのごま油絵というですね、あの新ジャンルですね、これはごま油絵、皆様ね ごま油をね使ってこう絵の具に溶かしてみたりねしてみると、あのちょっと新しい境地にねたどり着けるんじゃないかと思ってます。あこちらですね、こちら、戸川雅子、これはだから今年のだから、また今新作をあの描き始めてるということですね。そう、はい、まあ、あのこういうの絵をですね、あの夜中にですね一人あのあこれちょっと ねちょっといいでしょ、はい、いいですね、見てください、やってるということ。でも本当通じるね、あのまさにこういう風なですね、作業ねがやっぱり江戸川乱歩賞にもやっぱり、あのね、やっぱりなんかそう文章か絵かっていう細かいことが好きなんだね、文章か絵かだってあんた、そうよあんたこの間だってほらなんかあの またが下げたじゃないや、こういうの何て言うの、はい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 、あの衣装がですねビリッと破けちゃったらですね、私あのお願いしてね、あのおはりこさんやっていただけるんで、おはりこがまたうまいのよこの人ね、大好きね、そういうふうなですね、あの細かい作業が大好きな戸川さんなので、やっぱりあの江戸川乱歩賞のねあれにもつながったんじゃないかなと思ってですけど、じゃあちょっとね最後聞きたいのは、江戸川乱歩賞受賞した瞬間のこの感想ですよ。だからそのコンサートホールでね歌ってて、そこのお店に電話かかってきて、江戸川乱歩賞受賞しましたと、戸川雅子さんと、そこですよ聞きたい。だって今まで、あどうせ私なんてと思ってたわけでしょ、そうそうそう、受かるわけないと、そう、ね、あんなのもうあの思い出だと、そう、ね、だって全部今までのそのまでの人生っていうのは惨憺たるもんだったわけじゃん、もう空襲でもう炎の中でさ、父さん兄さんみんな死んじゃって、それでもう何にもなくなって方法なんてやってたんだから、もうとにかくね、そっからやっとなんか終戦から立ち直ったわけでしょ、立ち直ってないな、だからやっぱりなんか残ってったわけでしょ、でそれが一つでもこれは絶対に受かるわけはないと思い込んでたわけだけど、なぜか残ったわけね、そっからのさっきも言ったみたいに、いやーなもう半年ぐらいかかって、そしてまたその時にコンサートホールでもってパダンパダンかなんか歌ってたね、パダンパダンと家へ帰るのが怖いかなんか歌ってて、その時にあのボーイさんがあの戸川さんって私次の番をこうやって待ってたわけよ、ああの2ステージ目とかね、そう、それであのなんていうの前座の前座だから、
前座の前座の末前座ぐらいだから、うん、前座の人も歌ったんだね、うん、それで私は前座の前座のあそれはよくわかんないけど、うん、でこうやって待ってて、そしたら待ってるところに戸川さんっつって、うんうん、ボーイさんが来て、そしてそのボーイさんが戸川さんなんかあのなんとかショーでどうのこうのなんだよくわかんないの 次に歌うのはやっぱ覚えてるかなとかなんとかってそのほら、うん、まあステージ前ですからね、うん、そうそうドキドキしますよね、うん、それであのそれだからえなんて言ってそしたらばあのじゃあとにかくなんか待ってていただいてますっていうのか、うん、じゃあ、まあ、とにかくパッと客席が抜けて、うん、それでもしもししたらおめでとうございますとか何おめでたいんだか分かんないおめでたいって私ね言われる筋合いないよねと思って、うん、ついに私おめでたくされちゃったのかしらあついにね全然違うところからの電話でねそうそうそうおめでたい人っていうことでですねそれでさ何ですかって言ったらいやあのあなた賞を受けたんですよ動画のプシュなんつって言って、うん、もうそのそれでちょっとそしたら戸川さんどうしたんだまた怒られてさ、うん、あのもう出るのにちょっと遅れてるわけよまあそうですね、うん、出番前ですからね出番前だから、ね、何やってんだって話ですよおー戸川なんて言われてさ、うん、だからあすいませんって今行きますって言ってもうのステージに上がったんだけどもう何が何だか分かんないねもう混乱状態でそうですね、うん、それでなんか2曲目になったら2曲だったのねその2曲目になったらばどっちがパダンパダンだと忘れちゃったんだけど、うんうん、なんか歌ってる間になんか棒だと涙がさおおもうすっごいもう本当に涙がダーッと流れてきてさいやそりゃそうでしょうよやっぱりあの青部屋ニュースねあの振り返って見てください皆さんねやっぱり戸川雅子尋常じゃないあのねところから這い上がってきてますからやっぱりそれはな一つね結実してさ、うん、でストリップ小屋でさ 歌っててさね、うん、なんだ戸川みたいなさ感じでさ言われてるところをですよやっとこうなんていうかストリップ劇場の時に書いた最後書いたんだねそうだねうんそういう中でですよ最後のどんでん返しがね絶妙であるってね、ドンガナンパさんにねそういう状況で書かれて、うんうんうん、いや、本当にそうやっと報われたわけですよ町郵便局に、あのもうとにかく仲直しのお金をさ、全部出して、うん、もうだけど、12時までっていうことだから、うん、飛ばしたじゃない、うん、その飛ばしてる間に最後のあのどんでん返しが浮かんだんだよそれで書いたの、うんうんいやそれで歌ってる最中にこうブワーッと涙がこぼれ落ちてきてでバンドの人たちは分かってたんですかそれあの賞受けたって分かんない分かんない分かんない なんだか分かんない、ね、鼻と涙と思ってぐちゃぐちゃでさその時はまだつけまつげってなかったんだよでもそうしたらですよバンドの方々とかお客さんとかですよ一体なんで泣いてるのかもよく分かんないわけでしょ、うん、ねそうバンドの人はだから賞なんか賞なんか戸川さんなんかテレビに初めて出られるから感激して泣いてんのって言われたんだね。ショーね、そうそうそう。江戸川乱歩賞ですよね。それがね、あのなんとかリサイタル賞とかね、あのそっちの賞だとねバンドの人たち思うわけですよ。だからね、あなんか新しいねあのなんとか賞にねあの歌の方でね出るんじゃないかなんですよ。なんかなんとか賞出んのみたいな感じで言ってたわけですよね。でも違ったと。こっちのショー、こっちのね、歌う方のショーではなくて江戸川乱歩賞を取ってたということですねいやいやもうだけどね、本当にあのそれまでだってもう挫折の鍵だったでしょ、はい、どこに投稿してもダメだし、うん、歌でもダメだし、うん、あのもうその頃ってね、あの歌手になるっていうのは金か体だったのよあ金か体どっちもないじゃん、うんまあひどい状況だな金もなけりゃ体もなうーんという、うん、でもそうでもなかったと思うんだけどねいやなんかあのあなた話に聞いてると結構体使ってますよずいぶんえはい話に聞いてまあそういうあそうか、はい、連れ込んだ、そういうことでございますやっとねあの江戸川乱歩賞受賞のところまでたどり着きました皆様、ここからですね戸川雅子一躍ですねあの本当になんというか時流に乗るというかね、まあ人うん、時の人としてですねこれから世に出ていくわけです、ぜひね
じゃあ次週そこら辺をですね掘り下げたいと思いますので皆様楽しみにしててくださいね。皆さんもやるのよ、やるっきゃないんだからね、諦めたらいかんね。ね、そういうわけでございます。皆様どうぞ諦めずに最後までねやり続けることでございますね。戸川みたいに、あんたもよ。はいはいはい、頑張ります。あんたもよ。もちろんですよ、私やりますよ。なので皆様ぜひ応援してください。よろしく。どうもまた見てね。